雨が上がりました。再び午後の強い日差しが照りつけます。湿気に満ちた空気、ムッとするような暑さが森を包みます。生き物にとって欠かせない雨ですが、森に都合の良くないことも起こります。多量に降った雨が林床の土とともに森の栄養分を押し流してしまうのです。そのため熱帯雨林には土の栄養分に頼らない植物が進化しました。食虫植物です。食虫植物は甘い香りでおびき寄せた虫から栄養分を取り込みます。落ちた蟻は中の液体によって溶かされ栄養分を吸い取られるのです。ところがこの液体の中で成長するものがいます。蚊の仲間の幼虫です。ここなら他の生き物に襲われることなく成長できます。生き物の進化の不思議の一端です。果実がたくさん実る場所には普段一頭だけで暮らしているオラングウータンが集団でいることがあります。親子もやってきました。スマトラ島のこの場所には多い時には15頭が集まってきます。ここは果実が多く実るだけではありません。他にもオラングウータンの大好物があるのです。この森の林床は特にぬかるんでいます。普通地面に巣を作る昆虫の多くがここでは木の幹に巣を作ります。木の上で暮らすオラングウータンにとって幹にいる昆虫は簡単に手に入るタンパク源となります。果実や木の葉を食べながら昆虫の巣を探し始めました。こちらでは木の皮を剥いで蟻を探しています。普段林床にいる蟻はめったに食べられないごちそうです。この森では蜂も木の高いところに巣を作ります。コハラバチの巣を見つけました。巣の中にある蜂蜜を取ろうとしますが手が届かないようです。近くにある枝を折り始めました。短くして使いやすい長さに整えています。折った枝を使って
蜂蜜を救い出そうというのです。